竹磯がガールズ競輪選手と婚活デートをよろしくお願いします。すいません、本当に大変申し訳ございません。本当ね、今回も私竹磯と競輪マルシェのコラボ企画でございます。競輪マルシェ110の王国両方のチャンネルでお楽しみください。私も先日ね51歳になりまして、最近部屋であのパワーマックス超えてるんですけど、追い込んでパワーマックス終わった後本当に孤独死を感じるんですよ。誰が待ってんですかね。競輪選手っぽい人。あれ違うな。はい、いや違う、ギャルじゃないですか。違うじゃん。え、嘘でしょ。こんにちは。あれ、こんにちは。高橋選手じゃないですか。ガールズ競輪の高橋智恵です。うわ、全然わかんなかった。お願いします。なんかすごいことになってません。いつでもほどいて、いつでもほどいて、足を伸ばしていけるそういうこと。まあ、一応デート企画みたいなことになってるんですけど、はい、好きな男性のタイプみたいなってあるんですかね。そうですね、自分がプロスポーツ選手でもあるので、ちょっとやっぱ向上心があって、うん、お互いに高め合えるような人がいいなって。おもうあれ向上心しかないやつがここにいるんですけど、あれちょっとあれちょっと悪くないな。24.5 です。 4.5?ね、24.5。 ありがとうございます。はい、27.5。 はい、はい、じゃあ今シューズでボール選び大事だよな。 YouTube めっちゃ見てきました。重さ軽さより指が合うやつを選べ。ああ、まあ、確かにガチだな。でも普段やってないから何が合ってるかあんま分かんない。さっぱり分かんない、ね、さっぱり分かんない。10 11。それで決めようかな。俺はえ、俺王ちゃんより軽いボールってこと。やばいやばいやばい、逆転現象。まさかの。高校ぐらいまではね、はい、高校大学ぐらいまではちょこちょこやってたけど、最高で210ぐらい。おお、結構すごい。どうですか。全然100超えたらいいかな。100超えたら同じ。ちょっとファンデつけますか。ファンデ、ファンデつけて勝ったら、ファンデで勝ったみたいな感じになるじゃない。勝負がぼやけるんですよ。ガチンコ勝負。あ、デートでしたよね、これ。すいません。これで、ね。勝ったを出すわけないですよ。大丈夫。プロのアスリート、ハーフアスリートの2人が。勝ったを出した場合は、ちょっとペナルティで、恥ずかしい話。なるほど。了解いたします。わかりました。また出さないようにしてほしいんですけど、ちょっと出してください。OK。 すんなり終わっちゃうかもしれない。それじゃあ私から。はい、頑張ってください。お願いします。うわ惜しい惜しい惜しい。え、あれちょっと難しいの残しちゃった、じゃあ。すごい。よいしょ。よろしくお願いします。やばい。よいしょ。まず後発進、スペア発進です。最初に投げさせてもらえばよかったな。頑張って。やばい。いった、やべえ。出た、あった。いきなりガタです。ペナルティが発動しました。臨場に車乗って向かってる時に、はい、ふーと後ろ見たら自転車積んでないって。え、自転車ないって。おい。ってなって急いで取りに帰ったことがあります。でもそれはちょっと恥ずかしいですね。競輪選手として商売道具忘れるという。忘れてっちゃって恐ろしい。俺タンクトップを忘れて現場行くみたいな。もう最近着てないですけど。いった、やべえ。あ、出た、あった。
まあ最低限カモン。おお来たよ来た。あーまあすげえ。来た。これ来たよこれ。うわ勝負強。勝負強。なんその勝負強さ。うわ。よし。やめました。やめました。あ。ずれてたね。ああ、ナイス。俺1位、ワンペリードされてるじゃん。やっべ。マジで。決めたんですね、これは。うい。あ、うめえ。どうまでだ。おお。うま。なんなの。強。まさかの完全な互角。負けてんのか。あ、わ。あ、やっべ。やっべ。これでけえ、やっべ。うわ来たじゃんこれ来たじゃんストライク。うわうわマジかよ。イエーイ。うわナイス。うわ来たじゃんこれ来たじゃんストライク。うわうわハンデつけますか。ハンデ、ハンデつけて勝ったらハンデで勝ったみたいな感じになるじゃない。でも勝負がぼやけるの、はい、ガチンコ勝負。やべえ！うわ！嘘だろ！おい、マジか！バカじゃない！